3分後にはここに戻ってきます。はい、こんにちは、甲子郎です。本日はですね、パナソニックスタジアム吹田にやってきております。本日はですね、ちょっと暑いね、ヴィッセル神戸対ガンバ大阪の試合となっております。いつもね、ここには来ているんですけれども、今日はヴィッセルファンとしてですね、やってきております。ついにですね、このユニフォーム、ゲットしましたので、いい風に、勝てたらなと思っております。今日はね、母と一緒に来ています。パナソニックスタジアムね、いいスタジアムだと思うので、母にはそれを体感してもらって、で、いい思いをしてね、アウェー遠征、お母さん初なので、それを体感してほしいなと思っております。ではどうぞよろしくお願いします。で、今日はね、カテゴリー4で観戦となっております。そしてね、カテゴリー4の中でもフロントビューです。いやー、すごい。あんまり今日はまだ来てないのかな。こんな感じでフロントビューなんでね、しかも1列目です。もうね、前に人がいないっていう環境を楽しめます。あと、ウォーミングアップに間に合ってよかった。
して2対1で敗北となりました。まあね、途中まで、ね、本当にいい感じだったんですけれども、ガンバの、ね、あのすごいシュート2本で、まあ、PK で点を決めたんですけれども、やっぱり追いつくことはできずって感じでしたね。何よりね、やっぱり前線の得点力のなさがちょっと最近ひどいなと思ってしまいましたね。あの守備は本当に頑張っているんですけれども、やっぱり点が取れないと勝てないで、やっぱガンバはね今回はその高い決定力を、ね、誇っていたので、このままじゃね神戸町田にも負けてしまうと思うので、決定力をねやっぱこの3日間しかないんですけれども、上げていってほしいなと思います。まあ、本当にね悔しいというか、あのアウェー初敗北と僕はなってるんですけれども、このパナスタの地でねこんなに悔しい思いをしたっていうのは本当にあの初めてというか、まあ、やっぱガンバ見に来てるんですけれども、やっぱ神戸を応援するって意味では非常に悔しいなと。でこのユニフォームもね、初出陣、初敗北と、なってますので、このユニフォームに悪い思いを持たせたくないなと思いますので、頑張ってほしいなと思います。いや悔しい本当に、ね、やっぱりタイトル争いの相手にも負けたし、関西対決にも負けたというのが本当に悔しいので、ここから立て直して、まだ今日で折り返しですので、まだまだありますので、頑張ってほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。